ニュースマグビです。女優のノンさんと歌手のコトリンゴさんがアニメーション映画この世界のさらにいくつもの片隅にの特別試写会に登場しました。同映画でノンさんは主人公スズの声を務め、コトリンゴさんは主題歌と劇中歌を担当。この日コトリンゴさんがサックス奏者添田直虫とのセッションで劇中歌悲しくてやりきれない試験栽培の2曲を披露すると、その演奏を聞いたノンさんは何度も鳥肌が立ちましたとコメントし、感動したことを伝えました。ニュースマグビ。